アメリカの心臓外科医があらゆる質問に答えるコーナーをしています。続いての質問は、バケーションは合計でどれぐらい取れそうですか、かっこ夏と冬休みを除いて。夏と冬休みはバケーションな気がするんですけれども、そうですね、1ヶ月ぐらい取れるんじゃないかなっていう感じはしますね。夏に1週間、冬に1週間の休みがなんとなくあるんで、それプラス2週間だから全部で1ヶ月っていう感じですかね、休みが取れるかなと思います。夏に1週間、まあ冬はなんかそのよくわかんないですけど、クリスマスのシーズン23日ぐらいから1週間、年末まで31日までで、年始1月1日から1月の7日ぐらいまでのなんか2パターンであるんですね。まあもうちょっと前から21から28ぐらいまでと29から1月の3、4ぐらいまでっていうのの、1週間ずつを、今外科医、心臓外科医が5人、僕の病院で働いてるので、それをまあ2人3人っていう形で分けてどっちかを取るっていうような感じをしてますね。で僕は移植と、エルバドと、まあ、いわゆる心不全の治療をやってるの でそれをやってる医師が僕ともう1人2人いるので、まあ、その2人は別々に取るようにしてますね。移植が来てもできるようにっていう形で、で去年は、向こうが年末年始を取りたいっていう風に言って、まあ、向こうの方が位が上なので取りたいんだけどどうかっていう、まあ、ほぼ反強制的な感じでですね、もちろん OK だよって言って僕はクリスマスの方を取って、まあ、その間日本に帰ったっていうことをしましたね。で夏休みは普通に1週間、なんか取らないのっていうふうに言われて取るっていう形なのと、あとはそれ以外になんとなくみんな休みを取ってますね。で面白いのは日本ではやっぱりその一般病院とか大学病院で働いてもですね、どこの期間誰が休んでるっていうのは割と把握できてる。特に一般病院とかだとですね、部長ナンバー2ナンバー3ナンバー4っていうのがいて、それがどこのタイミングで休みを取ってるっていうのが、まあ、みんな共通して分かるような感じになってはるんですけども、ここだとですね分かんないんですね、誰がどこで休んでる。まあ独立して手術をしてるからどこの外科医がいなくてもですね、基本的には回るっていうシステムなので、わかんないんですよ。だからいきなしいないとかですね、なんだったら普段の日もですね、いるのかいないのかよくわかんなかったりするんですよね。ちょっと怪しい時ありますね。本当はいなくちゃいけない時もなんか本当にいるのかなみたいな疑うことっていうのがあるぐらい、わからないですね、部屋が分かれちゃってると。まあたまに廊下とかであったりするんですけど、まあやっぱり若いやつ、僕と同じ時期ぐらいに入ってきた同期の医師とかはよく見かけるんで、まあ比較的いるのかなっていう感じはするんですけれども、そういう感じでなってますね。まあ、1ヶ月休みがあればですね、まあ、割と例えば日本に1週間ずつかける4回で言うと、まあ、日本に4回帰ってくることができるので、まあ、大体3ヶ月に1回は、日本に帰って、まあ、日本でご飯を食べるようにしてますね。まあ、1週間も帰れば十分かなというふうに思うので、ただ今コロナの影響で本来だったら4月に帰る予定だったのが、まあ、キャンセルになってですね、で7月に航空券取ってたんですけれども、それもですね直通便がせっかくですね、今まではですね、ワシントン DC と東京ってのは、まあ、成田便が直通便それだけだったんですね、1日1便で。それがですね今年から、羽田便っていうのができるようになって、でやっぱそれ大きな違いなんですよ。成田に帰るのと羽田に帰るのだと家に帰るスピードの違いがもう圧倒的なので、まあ、羽田の方が便利なんですよね。でようやくワシントン DC 羽田間の飛行機ができたと思ったら、このコロナの騒ぎで、使えず、で7月に予約してた飛行機も運休。おそらく日本に帰るためにはですね、トランジット、どっかで経由、シカゴを経由してとかって、そうどっかを経由して帰らなくちゃいけないっていう状況なんですね。で、まあ、帰ったところで2週間の外出自粛があるので、外出できず、で戻ってきてもですね2週間の外出自粛があるので、1ヶ月間、要は日本に1日帰るためにですね1ヶ月間、要は1年の1ヶ月分の休みを使わないといけない、でしかも何もできないっていう、飛行機に乗るだけっていうことなので、まあ、意味ないかなというふうに思ってるんですけれども、なんで今8月と10月あと12月にもですね日本に帰る飛行機の予約をしてるんですけれども、果たしてこれがですねどこまで、行けるのか、8月は行けるのか10月は行けるのかっていうような不安でいっぱいですね。8月は難しいんじゃないかなと思うんですけども、10月はできれば行きたいなというふうに思ってますね。まあ、胸部外科学会もありますし、まあ、ただ胸部外科学会もですね、本当に学会がやるのかどうか分かんないですね。今年の心臓血管外科学会は、一旦延期になって、で、ホームページ上でウェブ開催するっていうのが、報告されてましたね、連絡されてましたね。なので、まあ、こちらからも、まあ、夜遅い、朝早い時間帯ですけれども、参加する、まあ、ことは可能かなというふうに思ってるんで、参加しようかなと思ってるんですけども、やっぱり日本に行きたい
ですよね。学会に出るために日本に行くっていうのが一番、リーズナブルかつ効率がいいのかなというふうに思ったりするので、それがまあ残念かなというふうには思いますんで、まあ10月、まあせめて12月には帰れるようになってれば、またクリスマスを日本で、寂しく過ごせるんじゃないかなというふうに思ってます。はい。